チャンネル。わおお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 、こんな僕でも293曲目、今日は玉置浩二さんのミスターロンリーをお届けしました。
玉置浩二さんのたくさんの素敵な曲の中でも私特に思い入れの強い一曲です。あの優しい声で報われないことが多いだろうけど願いを込めて、私もこの曲のこの歌詞が本当にグッとくるんですけど、あの声で歌われるともう涙腺崩壊しちゃう。最初のおーおーおーのこの歌詞がないところからもグッと心をつかまれて、こう緩ませてもらうような感じがするんですけど、玉置浩二さんをはじめ小田和正さんとか離れ組さんとか私大好きで、皆さん私の個人的なあれなんですけど、こうラララとかおーおーとかもうそれだけで言葉がなくてもグッと感動してしまう方たちだなと思っていて、なんかそういう声ってきっと内面的なものとか、こう日々のあれやこれやとか、これまで積み重ねてきたものとか乗り越えてきたものとか、なんかそういうものが詰まってるのかなと思って、もっともっと私も磨いていきたいなって、改めて思われる、素敵な方々がいます。ということで今日は玉置浩二さんのミスターロンリーでした。それではまた明日。宮崎なほこ、ツイッターとブログをやっています。よかったら遊びに来てください。そして YouTube、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。宮崎なほこでした。